こんにちは、荒木和弘です。令和3年7月31日土曜日のショートメッセージをお送りします。昨日おとついと自衛隊のこと、予備自衛官のことを お話しした、コメントとか問い合わせとかいろいろありました。でもし関心がある方おられたら、この説明の欄のところにですね、防衛省のリンク貼っておきますので、そこでちょっとご覧をいただければというふうに思います。予備自衛官補、予備自衛官、即応予備自衛官と、3種類、あるんですけども、それぞれいろんな違いがございます。皆さんでもし自分でやってみようという方はぜひやっていただきたいし、皆さんのお知り合いとかお子さんとかですね、関心があったらぜひ進めていただければというふうに思います。で、今日お話しするのはですね、朝鮮戦争の話です。で、これはですね、今、ちょうど大学の授業の関係でもう一回ちょっと朝鮮戦争のことを見直しをしてるんですね。ロシアから見た見方、中国から見た見方、あるいはもちろんアメリカとかですね、本当に戦争っていうのは、もう研究の材料としては、とっても面白い。面白いっていうと不謹慎かもしれませんけども、もういろんなものが凝縮されてるんですね。で、やはり命がけで戦うわけですから、そこにですね、もう人間のあるいは国家の本当に、根源的なものが出てくるというものです。で、朝鮮戦争というのはもともと北から南へ攻めていって、内戦で始まるわけですが、そこにアメリカはじめとする国連軍が入っていって、で、その後中国軍が入ってくると。ということでですね、国際戦争になりました。で、ただし戦場はこの朝鮮半島に限定されたという、非常にですね、内戦とそれから国際戦争の両面を持った戦争だったということです。で、本当にその始まる前の状況から、あるいは始まった後の本当に一つの戦闘に至るまでですね、もうその研究の材料としては、もうネタがつきません。で、日本の中でも朝鮮戦争に関する本たくさん出てますし、韓国はもちろんですね、で、アメリカとか他の国でも、出ていると。戦争っていうのはもちろん、やんない方がいいに決まってますけども、しかし、人間の心の中に妬みとかですね、恨みとか、あるいはいろんな欲望とか、そういうものがある限り、形をどう変えても絶対になくなるはずはありません。ならば、その戦争について少しでも知って、で、それをどうやってコントロールしていくか。で、起きなくて済むものならば、起きないようにする。で、そして、起きたならば、まずともかく、もし起きちゃったらば、絶対に負けないようにすると。で、そして、一刻も早く、収拾するようにするということですね。これを考えていかなければいけない。で、戦争は悪いことだから、もうそれについて見ちゃいけないなんていうふうに言ってるとですね、もう、これはいざという時にコントロールができないということになります。で、朝鮮戦争のいくつの側面がありますから、この戦争こうだったって簡単に割り切ることはもちろんできないんですけども、この一つにですね、重要なことがあります。なんで始まったのかということの一つで、キム・イルソンの問題があるんですね。この人当時、まだ33歳でした。朝鮮戦争始まったとき、あの人大正元年の生まれということになるんですけども、1912年の生まれです。ですから朝鮮戦争は1950年ですから、始まったときには、始まったときで37歳か、ですね。日本が負けて解放になったときは33歳ですかね。で、朝鮮戦争のときに、38歳で、戦争を始めるわけですけども、周りにいた他の指導者みんな、キム・イルソンよりもですね、ずっと年上の人たちでした。で、周りからするとですね、なんだこの若造がと何にもしてはしてねくせに、スターリンに気に入られてですね、首相になったんじゃないかというような風に見られていたことは間違いがありません。で、彼としてはこれを克服するためにはどうすればいいかと、もう方向は一つしかなかったんですね。要は朝鮮半島を統一して、で、そして、それによって自分が統一した祖国の指導者になると、こうなればもうさすがに誰も文句言わないだろうというふうに思ったと。
で、もちろん戦争が始まった理由っていうのは一つじゃありませんから、これで始まったということは言えないんですけども、私は非常に大きなファクターの中に、このキム・イルソンの、まあ、ある意味コンプレックスの裏返しってことがあったんじゃないかなというふうに思ってます。それで膨大な何百万の人が犠牲になるわけですから、これはとんでもない間違いなんですけどね。で、映画の首里の中で、一番最後のクライマックスのシーンの中でですね、チェ・ミン氏、特殊部隊の隊長とですね、主人公のハン・ソク・キュのやりとりの中で、ただ一人の錯誤によって、こんなことになったことをお前忘れちゃダメだというようなことをですね、ハン・ソク・キュが、主人公が言う場面がありました。本当にまさに、この人一人の錯誤によって、あの戦争を引き起こされたと。あの人がそういう錯誤をしなければ、おそらくこの戦争起きてなかっただろうというふうには思います。で、しかし起きてしまえば、これだけの膨大な、被害が出て、未だに分断が続いているということなんですね。まあ、そんなこと、こんなことですね。もういろんな、ものを読んでいて、まあ、私も朝鮮戦争のことを分かってるなんて、本当ごく一部の一部の、さらに一部、かけらぐらいしかありませんけども、でも、やはり新しいことを知るとですね、まあ、自分自身にとっては、何らかのプラスにもなるかな、というふうには、思っています。研究なんてそんなもんでですね、全てが分かったなんてことは絶対にありえません。ですから、まあ、わかんないんですけど、わかんないものをですね、才の河原の石積みみたいにやっていくことに、まあ、何らかの興味と、それから喜びを覚えるということなのかなというふうに思ってます。いずれにしてもこの朝鮮戦争というのは、その後の拉致にも関わってくることでもあるんで、これから先も、まあ、私としては、生きた題材としてですね、改めて見直しをしていきたいと思います。ひょっとしたら、そういう過去を見ていく中に、この拉致問題を解く鍵もあるのかもしれないと。まあ、そんなことを思っている次第です。今日は朝鮮戦争のことをちょっとお話をいたしました。今日もありがとうございました。